ここが二人の女神を導く場所。祈りの神殿。ジェネシスは世界を崩壊させるために、必ずクエストを終わらせると言っていた。やっぱりあいつとは直接。一度町に戻ろう。みんなに話をしておく必要がある。ちゃん、そんなクッキー一つで。でもこういった細かいところにも性格って出るものだと思うよ。もともとは性格の設定すらなかったわけですから、これはきっと皆さんに影響されたんですね。影響か。食欲が旺盛なのは誰の影響か考えるまでもないよな。間違いなくお前だろ。それよりも行くのか、祈りの神殿によ。ああ、その神殿がプレミアちゃんのクエストの最後の場所なんだよね。祈りの神殿、そこで二人の女神が祈りを捧げると、この世界にアインクラッドが創生されてしまう。ジェネシスは二人の女神に祈りを捧げさせて世界の崩壊を起こそうとしている。あいつはそこで俺が来るのを待っているはずだ。でもわざわざジェネシスが来る場所に行くなんて危険すぎるよ。話をして通じるような相手じゃないのは分かっ…もちろん分かってる。けどこのまま黙っていたとしても、あいつは必ずプレミアを奪いにやってくる。みんなで守ろうよ。私たちが集まればいくら強いジェネシスでも。いや、仮にみんなでジェネシスを倒したとしても、きっとあいつは何とも思わない。普通に死に戻りしてまたプレミアを狙ってくるだけだ。だからあいつは俺一人で倒す。俺が決着をつけてくるよ。それだけじゃなくて、みんながジェネシスに傷つけられるのも見たくないんだよね。大丈夫、きっと勝つって信じてるもん。
めたって絶対に言っちゃうよね。だったら私たちは君を精一杯支える。アスナ、だから絶対に守ろうね、プレミアちゃんとこの世界を。ああ、必ずだ。